はい、スピルと申します。プライマルのステーキングのね、情報が更新されたのでちょっと紹介していきます。ステーキングがね、今回はもう開始されましたよっていう案内で、ファントークンのアロケーションを得るためのステーキングですね。1000枚プライマルをステーキングすると20ドル分のアロケーションがもらえますよと。で、アロケーションっていうとね、まあ、例えば A さんがファントークンを発行しますよ、じゃあ先行販売します、それをあなたは20ドル分先にね、買う権利をあげますよっていうのがアロケーションということになります。例えばじゃあ一般の発売になりました、 A さんのファントークン1枚ね、1ドルで先行販売行われましたよ。じゃあそれがね、一般の販売になりまして、ファントークン1枚に対して10ドルの値段がつきましたってなると、アロケーションで、ね、先に購入していた人たちは、例えば20ドル購入してるんだったら200ドルになりますよ、10倍の200ドルになりますよとかね、まあそういう、願望が持てますよということになります。ただまあそんなうまくいくかどうかっていうのはまあわからないんだけどね、まあ、プライマルで言うとね、 IDO で10倍にはまだなってないので、確かね、なってないので、まあそんなうまくいくかって言われると、まあわからないっていうのがまあ正直なところですね。だと、今回ね、いろいろまあ、説明がほぼほぼないというところで、結構ここに突っ込むの怖いなっていう話をね、ちょっとネガティブなお話なんだけど、ちょっとしていきます。まあちょっと上から説明していくと、まあステーキングしてくださいねって、まあここはいいでしょうと。で、1人10ミリオンだから1000枚、ユーザーは最大1000枚トークンをかけることができます。これ1人で1000枚までかけることができますよと。で、かけられるトークンの総量は、これは全員で1億5000万トークンになりますよということで、今1億5000枚のうち 4% ステーキングがね、もう開始されてますよということが、まあここでわかるかなと。で、じゃあステーキングね、するのはいいよ、まあステーキングねして、多分1万枚預けたら20ドルのアロケーションがもらえるんでしょうと。じゃあね、まあステーキングをしました、引き出す時にね、このウィズドローをする時にどんなペナルティがあるんですかっていうのが、まあ書かれてませんよと。多分ツイッターの方にもそんなことはね、書かれることはないでしょうと。うん。で、まあそれがまず一個ね、もうまあもう大体毎回なんだけどさ、このプロジェクト引き出しする時のペナルティ一切書かれてないんで、ステーキングするのがすげえ怖いっていうね、ところが一個あります。で、このね、シルバーっていうね、ランクで、じゃあ1500枚預けたよってなると、どうなんの、このアロケーションは。この20ドルの次はもう200ドルで、この上のランクに行かない限り、中途半端なね、枚数預けても意味がないのかな。この辺もね、わからないところですね。そのうち多分質疑応答みたいなのがあって、まあ教えてくれるかなと思うんだけど、もう開始されてるからね、これね、どうなのかなっていうところです。で、例えばプライマルの IDO だと、 IDO ってそのこのアロケーションみたいな先行販売だと、まず購入資金、例えば1万円購入しましたのうち2割ですね、2000円分先に配られたんですが、それ以外の8割っていうのはロックされてまして、まあ、徐々にね、配っていきますよっていう方針になってます。このファントークンもロックでね、期間があるのかとか、そういう情報も一切ないということで、ステーキングしました、アロケーションもらいました、じゃあこれ売っ払ってめちゃめちゃ稼ぐぞって思ってたら、全額ロックで、ロック解除1年間なので、それまでは売れませんよなんて後で言われたら、もうたまったもんじゃないよね。さすがにそこまでね、全額ロックっていうことはないと思うんだけど、この辺がはっきりしないというところで、まあちょっと聞けばいいっていう話になるのか、教えてもらえるのかね、まだ決まってないのか、もう決まってんのか、その辺ちょっとわかんないけど、まあそういうね、ちょっとリスクがあるよっていうのだけはね、頭に入れておいてください。ステップアップが行ってる IDO でもらえたのがプライマル。で、このプライマルがやってるステーキングでもらえるのが、このファントークンっていうので、運営母体が違うので、やり方がね、変わってくるかもしれませんが、わからないっていうことは変わりないよということでね、やられる方はちょっと気をつけてねと言ったところで、で、なんで私がこうね、言い方してるかっていうと、私はちょっとこれやらない予定だからですと
このプライマルの3つの柱っていうのをね、この前 AMA で言ってまして、ムーブトゥアンで、このファントークンで、インナーサークル、この3つがねプライマルの柱なんだよみたいなのがね、この前の AMA でちょっと話がありました。まあ、そのうちの1個なんで、やりたい気持ちはあるんだけど、私はどちらかというと M2E の方に、まあ、全部パーしてますので、そっちのね、またアロケが発生するステーキングが今度ありますので、やるんだったらそっちにね資産集めた方がいいのかなと思って、私はこっちはねちょっと見送る予定です。正直ね、このプライマルってこのムーブトゥアーンよりもこの、ファントークンですね、こっちの方が盛り上がる可能性の方があるかなと思うんで、こっちやった方がね多分まあまあまあ美味しい思いをねできそうかなとは思うんだけど、ムーブトゥアーンでさ体動かしたいじゃないっていうところもあるのでね、なのでまあちょっとねそっちに、お金をね残しておこうかなといった予定です。両方ね、どん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 物販できる、資金がねないので、残念ながらね私は両方ともに全力注ぎますよみたいなねことができる人間ではないので、私はちょっとねここは見送って次のステーキングにね、お金を取っておきたいかなと思います。まあ1000枚ちょっとちなみに見てみようか。今ね1000枚のプライマルっていくらぐらいなのっていうと、今プライマルが 0.012 いってるわ。結構ねこの 0.01 に到達したら売りがバーッと入ってね、すぐ下値段ねダーンって落とされるんですけども、今ね 0.01 に到達してますね。なので120ドル、うん、出そうと思えば出せるけど、その分、まあ、これもねこれも合わせて今度のステーキングにね私は全部突っ込みたいと思います。まだまだねステーキングあと2つぐらいあるんだっけ。はい、ステーキングねちょっと確認してきました。私がちょっと確認できたんで4つですね。すでに動いているのが3つで、まだなのが1個ということで、まずルートボックス、こちらねもうすでに始まってる、まあ、一番最初に始まったステーキングをして、プライマルのステーキングをしていくと、ルートボックス、まあ折りですね、これが当たるかもよっていうステーキングでして、まあ私これね残念ながら当たらなくて、10万円ぐらいをねただただ、預けてるという、ロックしてるという、うん、なんか心苦しい、ステーキングになってますと。で次、順番的にはごめんなさい、流動性が先ですね。流動性の、BUSDT とペアにしてロックにしてる、このステーキングが次だよっていうんで、よいしょ、こんな感じですね。まあ今ねすごいよ、このプライマルの BUSDT のペア 174% の APR がついてるみたいです。すごいね、こんな高い、数値をねずっと維持してますよっていうことみたいです。もうこれ預けてる人すごいね、いっぱいもらってるみたいですね。うん、これは、預けてる方おめでとうございます、大成功ですね。で次、ファントークンオファーリングっていうのが今説明したやつで、最後ロッテリーホイールっていうことで、ここがまだみたいですね。プライマルをステーキングするとエナジーっていうねムーブトゥーワンの報酬のトークンがもらえますよというところって、こいつがまだみたい。2月の8日です今日で、2月の10日にメインネットがオープンするよっていうんで、そこからベータ版がねスタートするかと思うんだけど、まだここに関してはステーキングね始まってないと思います。ちなみにここにね spin.getprimal.com っていうサイトがあります。だからこれポチッと押してもこのサイトにアクセスできませんということで、まだねオープンしてないっぽいんですよね。なのでまあまだ始まってないと思うんですが、2月の10日までにこのエナジー配るっていうのはもう間に合わないですよね。うん、と思ってさ、あのムーブトゥアーンが始まらない2月10日に、もしくはムーブトゥアーンが始まるんだけどこのエナジー配るのはまだまだ先だよっていうんで、歩くけどもしかしたらトークンがもらえない可能性もある、もしかしたらね。お試し、あくまでもテストで歩けはするんだけど、2月の10日からねこのゴリラさんとか使って2月の10日から歩けはするんだけど、報酬がもらえるのはまだ先だよっていうこともありえんのかな。ちょっとそんな気はしてるんですが、まあこの辺ちょっと情報待ちですね。まあまたちょっといろんなことがね分かってきたら動画にしていきますので、よかったらねチャンネル登録していただけるとありがたいです。ということで自分のチャンネルの宣伝をしたところで今日はこの辺でね終わりたいと思います。というわけで、まあ、今日はね、ステーキングについてのお話でした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。